はい、皆様こんにちは、こんばんは、ヒロです。今日はいいものが手に入ったので、ぜひですね、皆さんにお話したいと思って撮っております。何かと言いますと、これです。はい、レスポールですね。ギブソンではありません。これはエピフォーンです。エピフォーンのスタンダードプロというもので、スタンダードっていうのが、まあ私が他の動画で言ってます通り、まあ基本的にはその一番そのまあいいグレードというかね、そのそこからスタンダードから上がいいですよって言ってる、まあ真ん中辺のグレードって考えたらいいのかな、あのまあ真ん中にちょっと上かなぐらいなんですけど、あのっていうグレードのもんです。で、何が今日はね、いいものが手に入ったかっていうと、別にこのギターが欲しかった、良かった、うんぬんとかではなくって、まあ確かにね、黄色っていうのはすごく黄色で目が出てて綺麗なんですけど、その、いいものが手に入ったっていう理由がこれですよ。これ見分かりますかね。どうでしょう。やっぱこれちょっと分かんないかな。写真も撮ったので、ちょっとこっちにね、アップで出したいと、画面どっちかな、出したいと思いますけど、何かというと、これです。セッティングができてないギターなんですよ。これ他の動画で私言ってますよね。ギターはセッティングが大事ですよっていう話をしましたよね。それは弦高調整とピックアップの高さ、あとオクターブチューニング、これぐらいは自分でやりましょうねっていうことなんですけど、このギターの何ができてなかったかというと、セッティングがね、特に弦高とピックアップの中、これちょっとね、オクターブはまだ確かめてませんけど、弦高とピックアップの高さがとにかくこれセッティングできてない。で、このギターを、まあ、手に入れたのは、人から買ったんですけど、その人が、これね、もう理由がもうまさに、もう最高の理由なんですけど、最高っていうのは何がっていうのはちょっとここから話すことなんで、あれですけど、要はギターを、これを買って、新品で買って、で、ちょっと弾いてしばらくギター弾いてみたと。けど、もうギブアップした。弾けない。っていうことで、ギブアップした。っていうことでした。で、実際にこれを、まあ、見に行って、引き取りに行った時に、あのちょっと弾いたんですね。アンプつなげて、まず弾こうと思って、鳴らしたらなんか非常に不協和音が鳴ってて、チューニングがおかしいんじゃないのって言って、まあ一個一個確かめてみたら、そのね、この1弦2弦3弦がものすごいなんかチューニングが高いところに巻かれてて、なんか何のチューニング、何のオープンチューニングみたいな、変わったチューニングのような、なんかすごい不思議なチューニングになってました。全然ピンピン高い音が入ってたりとかして、まずそこがダメだったんですけど、その次、この、弦高の高さですよ。これね、写真を撮ったので、ね、出しますって言って、さっき言ったかと思うんです。出たかもしれませんけど、もう一回言いますと、弦高がね、これね、3ミリあるんですよ、今。ハイフレットのところで。6弦側がね、3ミリ。で、1弦側が2ミリだったかな、あるんですよ。で、6弦側のこれ3ミリもこれ弦高あるんですよ。だから例えば押さえるともう明らかにこうね、ふく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 するんですよ。見えるかな、よいしょ、見えるかな、こんなにこれあるんですよ。うまく表現できるかな、こんなに高くて、まあこれは初心者のことに押さえにくいだろうなと思って、まあ私は弦高が3ミリはさすがにちょっとやりすぎですけど、2ミリぐらいあっても全然平気なんですけど、でもこれもね、そのまま弾けますけど、だけどこれは初心者の方には弾きにくいだろうなと。それからピックアップの高さがフロント、それからピックアップの高さがリアとフロントで全然違うんですよ。フロントが2ミリ、まあフロント2ミリですよね。でリアがね、これね3ミリぐらいあって、多分これじゃパワー出ねえだろうなぐらいの感じにもなってます。まあ、何よりもね、この弦高が高すぎて、これ弾きにくいだろうなと。で、ここにはまだね、プロバッカーっていうステッカーまで貼っちゃってるんですよね。こんなの剥がしましょうよって感じの状態。これでしばらく弾いてたらしいんですよ。まあ、多分いい音もしなかっただろうな、楽しくなかっただろうなと思います。なので、このギターをセッティングをね、ちゃんとやってみて、で弾きやすくなったなっていうところをちゃんと確かめてからですね、もう一回ちょっとフィーリングをお伝えしてみたいと思います。ということで、今からこのギターをセッティングをしてみたいと思います。
はい、それでは早速やってみましょう。ですね、手に持ちながらやるので、ちょっと手ぶれ感があったら申し訳ないと思うんですけど、ご了承ください。6弦側いきますね。まず見てください。6弦側、こんなにあります。これで3ミリぐらい開いてます。これを、だいたいね、まあ、これぐらいかな。1ミリ、1.5 ミリぐらいにしようかなと思います。まあ、感覚的な問題ですけどね。まあ、半分ぐらいにしようかなと思います。で、レスポールの場合は、特にエピフォンの場合は非常に簡単で、ここですね。このブリッジの、ここの、これですね。ここをネジを締めていけば、ここでも回してもいいんでしょうけど、まあ、それちょっと硬いのでね。ここのネジを締めていけば、サドルがぐっと下がりますので、これを適当に下げてみたいと思います。で、使いますものは、この以前、何かの動画で紹介しました、このアイバニーズのね、このスケールがついたやつ。で、それからこっちにマイナスドライバーがついたやつがあります。これを使ってやっていきたいと思います。それではね、ここを締めていきます。どれぐらい締めるかというと、まあ、感覚的にもうちょっとだな。まだまだ締めましょう。まあ、これぐらいでとりあえずいいかな。今この高さがちょうど 1.5 ミリぐらい、これちょっとこれでいってみよう。低いのから上げていくのは問題ないですからね。で、同じく1弦側もやってみましょう。ぐるぐる締めていきます。すると全体が下がっていくのでね、はい、いい感じになってきましたね。まあこれでだいたいいくらかな、 1.5 2ミリぐらいかなになってますね。はい、それではね、次ピックアップの方の調整をしていきたいと思います。まずね、これ、ステッカーが貼ってあるので、こうね、まずステッカーを剥がします。これ、ステッカーぐらい剥がそうよって感じですよね。ステッカーね。はいはい。よいしょ。ね、ステッカーを、こっちとこっちもね、なんでこんな太ってたんだろうな。綺麗にくっついてます。よいしょ。よいしょ。取れました。ね、取れました。ステッカーを取りました。はい、綺麗なピックアップだな。これ本当にステッカー剥がしてないんだな。ピカピカです。はい、で、まずね、ではまず一番最初にやることは何かと言いますと、チューニングですね。はい、チューニングします。チューニングはね、ポリチューンを使います。ポリチューン3ですね。はい、ポリチューンを使ってチューニングしていきたいと思います。はい、ということでチューニングできましたので、ではね、音、せっかくなのでこのね、音の違いを取っていこうかなと思いますね。今ピックアップね、まず標準、これそのまま買った時のまんまだとね、これ多くの場合そうなんですけど、ピックアップのね、弦高じゃない高さっていうのはね、すっごい低いんですよ。すっごいここね、弦とあの間がすごい開いてます。今実際に測ってみましょうか。今このピックアップの高さの測り方っていうのは、最終フレット、この場合ですと22フレットを押した時に、弦の高さからこのポールピース、これちょっとここでね、うまく見せるのは難しい、かなり困難ではありますが、この写真をここら辺に出そうかな、この辺にちょっと写真をね、撮って後で撮って出そうと思いますけど、この最終フレットを押さえた時の弦の高さからポールピースのこの隙間、ここをね、測っていきます。で、だいたい 2.2 ミリぐらいがいいとされ、一般的とされています。3ミリぐらいあるな。で、リアが4ミリ、4ミリぐらいあるな。もうちょっと上げた方がいいな。せっかくなので、これ、ピックアップをね、正しく位置するだけで、音って結構変わるんですよ。
まあ、下がっているのでパワーがないような気がするんですけど、弦に近づけると当然パワーがあるというか、まあ、弦に近づくから音を拾いやすくなって、結果的にちょっとパワーが上がったような感じになるんですけどね。せっかくなので今のこの4ミリぐらいの、まあ、3ミリ4ミリぐらいの状態から 2.2 ミリぐらいまで近づけた時のそのピックアップの音がどうぐらいぐらい変わるのかね。まあ、これは個体によってついてるピックアップによっても変わってくるんですけど、それをせっかくなのでね、音を取ってみたいと思います。で、まあこういうことをやるのにちょうどいいのがこれですね。マイティープラグですね。マイティープラグ。この中には私の中ではクリーンチャンネル、クランチチャンネルからロックチャンネル、メタルチャンネルみたいな感じになってるので、それぞれのチャンネルでどれぐらい下がるのかっていうのをね、ちょっとね取ってみたいと思います。で、一番差が出るのは僕はね、ロックチャンネル、あのメタルチャンネルだと思うんですよ。やっぱりね、リフのパワーがないっていうかね、ピックアップが離れてる分だけ、うん、ちょっと力がないなっていうふうに感じるんじゃないかなと経験から思っております。ちょっと実際にね、どれぐらいいくのか、このもともとついてるこれなんていうんだっけ、プロバッカーっていうんですか、エピフォンのプロバッカーがどれぐらいのパワーがあるのか分かりませんから、ちょっとそこはね懐疑的ではありますが、まあ、やってみたいと思います。はい、それではやってみたいと思います。まずはじゃあクリーンチャンネルね、ね、まず何もしてない状態のピックアップです。調整前のピックアップです。まずリアのピックアップですね。こっち側行きますよ。フロントにします。なんか全然パワーがない感じしますね。なんか全然パワーないですよ。ではクランチ行ってみたいと思います。ピックアップはディアですね。ミディアから行きます。ボリュームは全開、トーンも全開です。フロントにします。なんかピックアップが悪いのかな、これ。これ調整して本当にいい音するんだろうか。不安になってきましたけど。じゃあ次、ロック系ね、いきますよ。メタル系のサウンドです。リアにしました。こっちね。悪いっすね。フロントにしますよ。
これ音全然やん。ピックアップが悪いのかな。楽しく弾いてて楽しくない。なんか全然やん。本当にこんな音なのかな。不安になりますね。めっちゃ音悪いっすよね。うん。弾いてて楽しくないっすね。音悪いっすね。これで音が分かりましたよね。それではピックアップを正しい位置にしてみたいと思います。基本は先ほど申しました通り、この最終フレットを押さえて、ピックアップのポールピースと弦の間が大体2ミリから 2.2 ミリぐらいになるようにピックアップの位置を合わせていきます。で、ピックアップの位置はこのネジでね、ここのネジを回してやっていきましょう。はい、では上げていきます。よいしょ。まず弦高をしっかり見て、弦高が4ミリ結構落ちてるな。よいしょ。チャラン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 チャン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 と、よいしょ。結構出てきたな。6弦側2ミリ、あ、いい感じ。よいしょ。こっちもこれね、たったこれだけなんですよ基本。あら、基本的にはこれだけで音はね、だいぶ変わるもんなんですよ。本当にピックアップの位置がね、正しく なるだけでと、ついてる純正のピックアップのね、パワーが出てくるもんですよ。不思議なもんで、はい。今寝て2ミリぐらい、3ミリ、2ミリ、2.5、 もうちょっと上げようか。僕はだいたいね、2ミリぐらいが好きなんですね。 2.2 ミリぐらいかな。あんまり上げすぎちゃうとピックアップによって音がね、ぐちゃっとなっちゃうんで、そこは微調整をしながらね、やっていこうと思いますけどね。で、リアがひどかったな。フロントはまだこもってるというか、まあ、よく言えば甘いトーンみたいな感じになってたんですけど、リアこれじゃダメだよな。リア今これで 2.5、 もうちょっと上げよう。リアはね、僕はエッジが立つ音が好きなので、 2.2ミリぐらいまでね、結構ね上げます。で、そうすると音が破壊的になっちゃってうるさいなと思ったら下げるんですけど、なんかポールピースが中途半端に飛び出てるな。どういうセッティングをしてあったんだろうね、謎ですね。よいしょ、はい、もうちょっとやな。今だいたいリアはね、フロントは 2.2 ミリで、リアは2ミリぐらいに一応今上げてます。上げすぎて音がもしぐしゃぐしゃになるようだったら、またそれはちょっと下げます。今だいたい3ミリか、もうちょっとやな。よいしょ。はい、ピックアップを上げました。まあ大雑把ですけどね。あとはね、細かいところやっぱりね、調整していきたいと思うんですけど、一応上げましたので、ではね、先ほどと一緒でまずクリーンからいきますね。クリーンのリアフロントの順番でやっていきたいと思います。さあ、音がね、良くなってるといいんですけどね。これで変わらなければピックアップが悪いっていうことですからね。いきますよ。ではいきます。リアからいきます。クリーンですね。少し音大きくなりましたか？フロントね。
カップの問題かな。あんまりなんか大して良くないな。では次クランチいきますよ。クランチリアにしてクランチいきます。いいんじゃないですか。マシになりましたよね。うん、じゃあ次フロントいきますね。こっちからね。フロントはあんまり良くないな。やっぱ相変わらずなんか、よくーんって感じですね。では次ね。では次、メタル系のリフの、音にしますよ。リアに切り替えました。いきますよ。大したことない。なんか全然良くないっすね。これピックアップの性能の差だな。うん、全然良くないな。ピックアップが大したことないんだ。しょぼいんだ。ね。クランチは良かったですよね。じゃあちょっとね、もう一つ歪み系、もう一個いってみましょうか。こっちはどうかな。これピックアップがダメですね。はい、まあピックアップいい悪いの動画じゃないので、この動画はですね、セットアップを正しくすれば、音は変わるよっていうことをね、見せたかった動画なので、でも結果的に劇的な変化は、そのこもってた小さめの音だったっていうのが、多少ね、ちょっと少しメリハリのある音になってきたかなっていう感じがすると思うんですけどね。はい、いかがだったでしょうか。
まあこの動画ちょっとさっきも言いましたけども、まあ今回の動画はセットアップを正しくするだけでギターはだいぶ変わるよっていう話だったので、ピックアップのね性能の話ではないので、残念ながらセットアップを結構そこそこまあ、標準的な2ミリぐらいのあれにしてみたりとかしたんですけど、ピックアップがダメですね。プロバッカー、このエピフォーのプロバッカーってですね、あんま良くないですね。パンチがないです。全然。なので、これはどうしようかな。まあ、もし、あれするんだったら、ディマジオとかに入れ直した方がいいのかなっていう思うぐらいのピックアップ。残念でしたね。エピフォーさんのプロバッカーはちょっと、メタル向きではないですね。はい。ね、まあ、今回の動画はセットアップをすれば音は変わるよっていうことの動画ですので、まあ、クオリティ、そもそもピックアップのクオリティに問題があってというか、まあ、そこまでいいピックアップじゃなかったようで、残念ながら劇的な変化っていうのはなかったですけど、まあ、それでも調整する前と調整した後で、全然音のね、出方っていうか、その腰というか、腰っていうのかな、まあ、パワーというか、そんなんて言いますか、あれが変わってきてるというのは体感できたかなと思います。ですので、ピックアップは変えましょう。ピックアップは、ちゃんとセットアップしましょう。ね。ギターはね、弦高とピックアップ、オクターブ調整、これはやりましょう。ね。ということで、まあ、弦高調整、このオクターブ調整はね、まあ、ここではちょっと非常にマイナーな、地味な作業なので、ここはちょっとスキップさせていただいて、皆さんされる際は、ギター博士の方をね、見ていただけたらと思います。はい。ということで、今日のセットアップのお話でした。まあ、これね、本当にこのスケールとスクリューがあればできることなので、皆さんこれはやりましょう。で、ここをやった上で、ピックアップ、いや、ダメだな、俺の求める音が出ないっていうのであれば、その時はピックアップ交換に行きましょう。ね。まずは純正品を調整しましょうというお話です。まあこれだけでね、全然ギターは弾きやすくなったりしますので、まずはセットアップはこれはもう絶対やりましょうということで、今回の、動画を終わりたいと思います。最後まで見ていただきどうもありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。ヒロでした。バイバイ。